もう最近ですね、はい、毎週エンディングに僕が呼び込みをかけていたコーナーが、あのコーナーですね、やっと実現します。題しまして私の身近な三大目、やっとできましたね。これがこのコーナー、やっこんな音楽なんですねやっと来た。もうね、企画倒れの匂いがプンプンしてたんだけどついについに言ってみるもんですね。実現するんですね。たくさんメールいただきましたありがとうございます。皆さんすごい量が来てますね。はい、で何をご紹介していくかと言いますと、リスナーの皆さんが発見して送ってもらったいろんな3代目の写真をですね、僕たち2人が厳選し今週のベストショットとして決めていこうじゃないかっていうコーナーです。はい、そしてですね、その3代目のベストショットに選ばれた方には何かにサインして、うん、 そうだね、それはちょっとお楽しみにということで、うん、あのプレゼントしたいなと思いますので、もう完全にレアアイテムとなっておりますので、はい、オークションとかにはぜひ出さないでいただきたいなと。もう出しても多分もう 何も、はい、入札入らないと思いますがぜひそちらの方は避けていただいて、いただきたいなと思うので、はい、早速メールをご紹介していきたいと思いますが、じゃあ紹介させていただきます。今井さんから、はい、どうぞ。この方から、はい、ラジオネーム、うん、おみりなさんからいただきました。16歳の方ですね、はい、私は茨城の日光市に住んでいます、うん、今は日光市になってしまいましたが、もともとは今市市だったんですよ。来た、今市市へ。そこで最近知った私の町の3代目を紹介します、うん、母がお菓子を買ってきたのですが、うん、そこには3代目今市小判との文字が、うん、おそらく今市は今市から取って3代目は作ってる人が3代目だからだと思います。すごいねこれ。美味しいんですよ、うん、身近に3代目、しかも今市くんまで、ものもすごく嬉しかったです。すごいこれ。というわけなんですけども、写真もね今一緒に手元にありますけども、これはこれすごいね。これマジ欲しいな俺。3代目今市小判、これ何のお菓子なんですかね。なんだろうね。なんかでも見た目はね、なんかあれだよね、どら焼きとか、どら焼きチック、ね、どら焼きチックな、ね、そんな感じだよね。超欲しい。美味しそう。いいね。しかもなんかこれ欲しいでしょ本人は。いや本人欲しいですよ当たり前ですよ。プロデュースグッズの匂いするねこれね若干ね。なるほど。あでもすごいねこれね。でこういうことなんですよ、このコーナーやりたかったのがもうね、いいコーナーになる気がしてきました。いやでも本当リスナーの皆さんにこういう写真見せたいですね。見せたい。しかもなんかあれだね、もう今市くんがね有名になってますから、このお菓子も。いやいやいや、そんなことないですよ。じゃあ次行きましょう。あれ不時着今の。じゃあ行きますね、うん、ラジオネーム、なっちゃん。なっちゃん。龍二くん、海くん、こんばんは。先月見つけてしまいました。はいはい。極上とんかつ三代目総次郎。おーおーおー。初めて見つけた時は一人だったので入る勇気がなかったのですが、うん、同じく三代目ファンの妹を連れて行ってみました、うん、お腹も心も満たされて大満足でした、帰りに妹とケンジロウケンジロウならもっとよかったよと話してました総次郎じゃなくて、ね、はい、なるほどなるほど。青森県ですね。青森県、はい、なっちゃんからいただきました。エリーと一緒ですね。そうだね、はい、三代目総次郎、極上とんかつね、うまそうだな、とんかつ。とんかつでっか。でもあるんだね三代目って。やっぱね、ね、結構ありますね。あるんだな。まあ、これが健次郎だったらね、どん刺さりだったけどねちょっと美味しそうですね。でも惜しいね、総次郎もね。まあね、惜しい。ニュアンスがね、うん、ちょっと似てるとこありますけど、もうこういうことですよ。そうですね。またいいメールいただきましたけど、じゃあもう一個ぐらい行きましょうか。行きましょうか。はいはい、はい、じゃあこれにします、うん、この方は名前が書いてないですね。わーって、わー、わー。あ、わーさん。あ、これか。はい、わー。ラジオネーム、わーさん。わーさんからいただきました。あ、名前めっちゃ書いてある。足立ちゃんからいただきました。17歳の子ですね、はい。ありがとうございます。こんばんは、おみくん、りゅうじくん。こんばんは。いつも聞いてます。うん、うちの家のワンコが3代目です。めっちゃ可愛いんでメールしました。うん、ということで。はい。あー、可愛い。あ、柴犬ですね。柴犬だ。まあ、どっかに3代目とかの、そういうのないですけど。ただ、今。そうだね。代々続く。かわいいですね。うん、かわいい。家なき子の竜みたいな。懐かしい引き出し出してきたな、お前。竜っていう。いい子なんだよね。いい子。あ、でもこの写真かわいいなぁ。かわいいね。ベロ出しちゃって。上目遣いね。上目遣いで。かわいいわ。この子名前なんて言うんだろう。なんて言うんですかね。竜。まあ、竜にしときましょう。3代目竜が来ました。はい、しっかりまあこういうまあはいついてると思う。まあこういうね、足立ちゃんからも3代目いただきました。ありがとうございます。ということで、まあ、3通ほどメールを読みましたけども、はい、今週のベストショット選びたいなと思うんですが、どうですか。でもね、やっぱね、一番ね残ってるのはやっぱ今市小判。いやー、そうですね、自分もやっぱり衝撃が大きいね、これね。これは嬉しいですね。じゃあこれにしちゃいます。
ラジオネームをミリナちゃんからいただきました。今市小判3代目今市小判決定です。イエーイ、おめでとうございます。おめでとうございます。何にサインを書いて届くのかちょっとお楽しみに待っていていただきたいなと思います。、はい、まあ楽しいですねこのコーナーであるんだね。写真もね一緒に送ってもらうとすごいなって。宗次郎もねいいの出てましたし、まあ犬もね龍も出てきてくれて、で皆さんもう本当こういうことなんです。こういう感じで盛り上がっていきたいなと思っておりますので、うん、ぜひね、まあ、不定期にこのコーナーやっていきたいなと思いますので、随時募集しておりますので、皆さんど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 ん